私ならできる。私は私を信じてる。どんなことだって迎え撃つ。手強いカビにカビキラー、強力な浸透力がカビの根まで分解。30日間カビ知らず。不可能なんかに負けたくない。 SC ジョンソン。お願いします。今回の監督の佐藤監督です。よろしくお願いします。一応今青いんですけど、実際は合成しまして、この、白い世界だったりだとか、ちょっと薄暗い世界を、背景を CG で作っていこうと思ってますので、基本CG というか、ハリウッドみたいな感じでこう背景がガラッと変わってきますので、はい、お願いします。じゃあこちらからお願いします。ちょっとまだ8本目でした。はい、よーいスタート。ありがとう。はい、どうぞ。はい、よーい、スタート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 。はい、よー
終了です。ありがとうございました。長丁場でしたけれども非常に楽しい撮影でした、なんかこの新しい CG 形がどんな風に仕上がるのか非常に楽しみです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今回のカビキラーの CM キャラクターに、就任されたということなんですけれども、この就任されるカビキラーの CM 決まったよって話を伺ったときっていうのはどんなお気持ちでした？そうですね、もちろん嬉しい気持ちと同時にその商品としても、結構掃除も好きなので、やっぱこう綺麗にするっていうことに関しては、私はやっぱ楽しいのでそういうものができるっていうのはすごく嬉しかったです。じゃあ普段掃除とかはよくされて、こまめにその何ですかね、比較的日常的にこまめにするタイプですね。こうどんどんってやるんじゃなく、日々の中にこう日常化させてやるっていう感じです。じゃあお家は結構普段からも綺麗な感じですね。普通ですか。その普通っていうレベルが、でも大体皆さん来ると綺麗っては言ってくれるんですけど、でも綺麗な方と比べたら別に普通じゃないかなと自分では思うんですけど、で今回そのカビキラーのコンセプトが不可能なんかに負けないというふうになってるんですけれども、ご自身が今まで、あ、これ不可能をちょっと可能にしちゃったよみたいなエピソードってございますか？不可能を可能にしたことですか？ちょっと難しかったことをこう克服した的な。お掃除とは関係なく、関係なくですか？でもいいです。それはやはりもう私の再チャレンジそのものがもう不可能と言ってもいいぐらいのものを、自分の年齢で、10代20代の選手たちと向き合って、勝負の世界に入れたことはもうそのものがじゃないかなと思います。その頃その不可能、そのチャレンジしようと思ったそのモチベーションっていうのは何だった？一つにはやっぱり体を動かすスポーツっていうものが好きだったっていうのはありますけれども、でもやっぱりこう自分の中でちょっと難しいことにトライすることをチャレンジして、そのチャレンジした先に見えるその目標とか、そこに達成した時の充実感とか、そういうものが好きっていうのもあると思いますね。だから常に何かチャレンジしてたいっていうのはあったからだと思います。ちなみに今後新たにチャレンジしたいことって何かございますか？チャレンジしたいこと、でも普段そのチャレンジの大きさは人それぞれだし、自分の中でもこう日々の生活の中でもちっちゃなことでも自分にとってそれがチャレンジであれば毎日でも作ることはできるので、何かしらこうやっぱ勝負事も好きだし、何かにトライしたり勝負でこう自分の達成感とかっていうことは日々の中にも何かこう作るような性格なんだと思いますね。だから常にそういう何かこうワクワクしたりこう何かにこう向かって無心になれるようなことっていうのは作っていたいっていうふうには思ってるんだと思います。ちなみにこの夏なんかチャレンジした、もしくはもうされたものでも構わないんですが、何かございますか？今は大学院に行って自分のこう今まで苦手でもあることを少しトライというか取り組むことで、いろんなことにこう向き、今はそのキャンパスライフにライフに向き合っていることがもうチャレンジですね、私の中では。キャンパスライフ楽しいですか？楽しくないですよ。ちなみにカビキラーって普段お掃除で使われたことございますか？ありますよ、はい。30日間カビ知らず。知らずになればいいですね、本当にね。ちなみにご自身がお風呂掃除とかされてて、これが一番困るみたいなことってありますか？やっ
ぱりあの目地のところとやっぱ鏡ですかね。そこの2つがやっぱ一番の難点ですね。ありがとうございます。ちなみに今回の撮影でちょっと大変だったところって何かありますか？大変だったところ、大変だったところはこの手の角度ですかね。角度と曲がり具合とかその微妙なところの、それが難しかったです。 CM をご覧の皆さん、こんにちは、伊達公子です。私は現役時代、不可能と思えることにチャレンジし続けてきました。今回のカビキラーの新しいテレビ CM は、不可能に負けたくない、不可能にチャレンジするというテーマなので、非常に共感して撮影に臨んでいます。皆さんも不可能だと思えることでもぜひチャレンジしてみてください。